沢上厚とは、日本の長期投資家。1999年、日本初の独立系投資信託会社沢、紙投資株式会社を設立。沢紙ファンド一本のみの運用で、純資産は3000億円、顧客数は12万人を超えている。1947年、愛知県名古屋市生まれ。1969年に、愛知県立大学卒業後。 松下電気貿易入社。同社を退職後、スイスキャピタルインターナショナルや山市証券のファンドアドバイザー等を務める。80年から96年まで、ピクテ銀行日本代表や、同社日本法人の代表取締役等を経て、1996年に、沢上投資顧問株式会社を設立。1999年には、 日本初の独立系投資信託会社である三和か、未投資株式会社を設立し、代表取締役に就任。現在は、取締役会長。販売会社を介さない直販にこだわり、長期投資の志を共にできる、ファンド仲間と一緒により、良い世の中づくりを目指す。代表取締役社長の沢上龍は息子。2009年には、 長期投資の先に広がる、かっこよくお金を使う先に広がる世界を世に示すべく、その実践モデルを次々と形にしていこうと、2009年沢上一般財団法人設立。その後、一部の活動を専門的に携わるべく、2014年に沢上オペラ芸術振興財団、2015年に公益財団法人お金を回そう基金を設立。 現在、三つの財団の代表理事を務める。2017年2月27日、オペラ文化の啓蒙活動を通じての、イタリア共和国への貢献が評価され、中日イタリア大使皇帝にて、イタリア共和国、セルジョ・マッタレラ大統領の名の下、トメニコ・ジョルジ中日イタリア大使から、イタリア製勲章、コンメンダ・トーレが授与された。英語、 フランス語ともに堪能。学生の頃から英語とフランス語は得意であり、またその勉強方法は独学によるもので NHK のラジオ講座で3年間必死に勉強したと辞書で述べている。ボローニャ音楽会の重鎮でフルートの魔術師と称される世界的なフルート奏者であるジョルジョザニョーニ氏とはお互いをサミー、ザニョちゃんと呼ぶ仲である。 読書家で知られ、沢上闘神が発行する、月中レポート、長期投資頼りでは、俺の本棚というコラムを2013年より、連載している。辞書では、本気で勉強したいなら、自分で本を真剣に読めばいい。本題は、意外と安いし、図書館なら無料で借りられる。とも述べている。以下の本の読語感が書かれている。ありがとうございます。